はい、こんにちは、暇人27号です。今回はですね、影でこそこそマグナムのレベルを上げていったんですけども、そちらのレベルが8まで上がりましたので、編成を少し変えまして、グリグリライノフューリーライノ、グリ2のライノ2のフューリーですね、こちらでやっていこうと思います。タラマググリが2体、オルピナライノ、トラピンライノ、トランバス、トランバじゃないや、トライデントフューリーですね。こう結構ね、まとまってきましたね。もう城町仕様と言っても過言ではないでしょう。で、この子たちのね、武器のレベルをとりあえずオール10ですかね、まで上げたいなと思います。機体は8のまま武器レベルだけ上げていきたいと思います。で、最近、実況動画でですね、GT6 のグランツリスモ6の動画を上げたんですけども、コメントにね、ちょっと不安なコメントが来たんですけども、安心してください、私ワーキングウォーロボット、ウォーロボッツがメインです。もうね、これをずっとやってきたんでね、これの動画は休まずやりたいと思います。ちょっとね、久々にやったら面白くなっちゃったんでね、動画にしようかなと思って GT6 やったんですけど、私のメインはワーキングボロボットですよ。で、これやる前にグリフィン12レベルの、あ、やっぱうるさいな、交換うるさいかな、気にせいかな。これやる前に機体レベル12のグリで1回やったんですよ。そしたらですね、見事に両町に送られちゃったんでね、機体レベル下げて、ストニーかー、ちょっときついですな。ストーカー嫌いなんですよ。わあ、ビーコン来ますな。ここが何だろう、あー飛べなくなってる、なんてこった。どうマークツー、まずここが大丈夫、そう、なんかうるさいな、気のせいかな、うるさい気が、音がでかいかな。うわー、ミサイルすごい、耳が痛くなってしまう。いやー、え、全然減ってない。いやあらー、ピナタしかなくなっちゃった。ニコニコ、ニコニコか、ニコ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 さん、そう、あー障害物に全部はまられてしまった。
でもないのかな。なんだろう。いや、なんかリーチが長いな。後ろに下がるのか。あーまずい、取りに行けない。厳しい。あー追いつかれたのか。まあしょうがないっちゃしょうがない、こういうこともある。ロートスさん気になりますね。あ、やっぱうま、やっぱりうるさいかも。音がでかい。調整したいな。もういいか。よし、ここはね、トランバスを出したいところですが、私のプレイスタイル、ガンガン行こうぜで、行きたいと思います。うわ。なんていう、日本のくらいに外国の方がいるんですかね。本当に外国の方がちくわというクラン。あっちかー、あっち行ってくださいね。
ランスロットさんですね。を守るかどっちかですね。守りますか。ちょっと少ない。いや違った、自分の分だ。ここはちょっと無理せず勝ちに行きますかね。彼を、この方をうまく落とせれば。レオさん、無理せずね。なんで声がちっちゃくなっちゃうんだろう、いつも。なんかスナイパーがいると声がちっちゃくなっちゃう。意味がない。どうしましょうね。向こうにはトライデントじゃなくてトレビューカーネージさんいますしね。ちょっと攻めますか、じゃあ。強いな。ストカイト。ティリア。開いてープライベートを入れますな。じゃあ私もプライベートでちょっとね。どうしよう、まあ味方側もいますよ。突っ込む方がいないんで、ね、勝ちに行こうかな。大変だ、真ん中のビークもないでしょ。彼が仮にハンスとトライデントだと打ち負けちゃうんですよね。と思ったけど横からガーなんてこった。まずい、私と彼がどうする。トライデントですね、問題は。あのトライデントをどう攻略するかですね。まあ突っ込むしかないですね。トリアー、頼む、落ちてくる。おー、ガーネージ。うおー、まずい、大変だ。
大変だ、どうしよう。それもストーカーだ。なんてこった、9082しかない。こんなのマグナム8発で割ってしまう。助けてー、痛い、やばい。向こうからは何人と思って取れるわ。そして後ろからはマグナム、怖すぎる。おお、ありがたい。我々はビーコン。おわっち、アウチ。いやー、落とされてしまった、申し訳ない。よかった、危ないかった。ありがとうございます。おお、すごい、すごい戦いでしたね。ちょうどいい感じですかね。こっちのブルーチームは皆さん10万で1人ミリオンで、向こうはトップ2人が80万、ちょうどいい感じですね。いやー、白熱でしたね。ありがとうございます。ちょっとやっぱ難しいな。中の城とか城町付近の戦いは難しいですね。立ち回り、武器の相性、機体の相性をかなり気にしながらやらないと。雪山ですね。雪山は中央を取って、でトライデンと、トランバスなんかで、ちょっと手前で待つ作戦もあれば、まあ、あとはそうですね、中央で、待つっていうの。お、でもナターシャさん一人サンダーでした。サンダーでしたね。あ、それかもないですよ、サンダーナターシャ君。私がテレビの通りに戻りました。でも人と芋と言いますか、あ、ここにいられちゃうか。トレビューやらをどうにか制圧していただきたい。
お、削れてる。すごいな。私は。お、いいですね。テレビはちゃんと止めていかないと効率が悪いらしいですよ。自分で取りたいけどあれがなぁ、殴れたらいいんじゃないかと。私が行きましょう。あ、間違えた。あ、間違えた。うわお。ひどい。ロドク。マグナムがロドク。あお。お。お、行った。来ました。ガオダイですね。ああ、ウェイトシャドウだな。お？カーナー取られた。見ますよ。見ますよ。守って。嘘。ああ、後ろになっちゃったんだよね。後ろになってたんだ。お？あのプレビューカーネーションが来ます。さあどうしましょうね。攻めるか守るか。まあね、おそらく視聴者の方が期待しているのは攻めのマジなので、どうしたのか。うん、やばい。お、面白いか。もう一発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 。なんか後ろいればいいですよ。どうでしょうか。誰か。あ、なんというか、もっと強いです。逃げられてしまった。まずい、もっとやれる。そんなの嫌だ。どっちかな。ああ、なかなか取られた。そうか、モレットなかなか脅威ですな。じわりじわりと。あれ赤文字だ。まあね、相手も攻めてこないでいいか。こうね、攻めてもか。あれクラウンだ。クラウンですね。あ、クラウンマッチに混ざった感じかな。ストでしょうか。あれはストです。
かやっぱり床の方が普通ってなっていいですか。一枚上手でしたね。最後また赤文字だ。あれ離脱すると赤になっちゃうんでしたっけ。あれこれ今この動画ちょっと撮り直して撮っている動画なんですけど、あれ GTR じゃないなグランツーリスモの話をしましたっけ。グランツーリスモの動画を投稿したんですけど、メインの私がメインであるのはこちらですからねっていう話したかな。まあいいか。さあどうでしょう。おお、ありがとうございます。うん、やっぱり様子見っていうんですか、こうガンガン行こうぜパターンじゃないとスコアが落ち着きますね。お互いに見合ってな試合だとそこまでスコアが伸びませんね。よし、じゃあ今回はここまで。あー30分になってしまった。ちょっと長いな。まあいいか。ちょっと久々の動画だったので、ね、ではこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント待ってます。では。